マグロ釣りに関してはもうサイズが大きい、まあ自分の体より2倍3倍という大きさの魚が釣れるっていうところがやっぱ魅力になります。澤田俊明、クロマグロキャスティングゲーム元日本記録保持者。近年ですね、目視で見るサイズがもう300キロっていうのがもう超えてるサイズがたくさんいますので、まずは 271.5 キロ、自分の記録を更新するサイズ。目指すは半端な記録更新ではなく夢の300キログラムオーバー。やっぱ300キロは夢でもありますけれども、いつかは必ず取りたい魚だと思ってます。クロマグロキャスティングゲーム夢の300キロ時代を切り開け。サイズがサイズなので、中途半端な道具ですとまず取ることができない。ルアーに関しては自分が開発したもので自己記録更新を狙いたいと思います。欠かせないのはアングラーの思いが詰まったルアーの存在。そのルアーを世に送り出す者たち、アングラーの思いを受け止め試行錯誤を繰り返し形へと変えていく。澤田さんは割としっかりした理論をちゃんと持ってて、少なくとも彼がこうやるぞって言ってるトラウトとそのマグロ、それはもう相当高い次元のまあ理論っていうか技術論をまあ持ってんだなっていう。澤田の熱意に惹かれ記録更新を後押し、モンスターサイズのクロマグロを捕獲するルアーの制作を開始。僕は一番最初にまあカービングって削るんだけど、そこで気にしたのはやっぱボリューム、それがまあここにある中ではこれなんですけど、まあこうサラダペンシルとかやって、まあこれがそうなんだけど、これじゃダメだってことになって、どんどんこっから形が変わっていく。アングラーとルアー制作者たちの釣りにかける情熱に迫る「ビヨンド・ザ・ブルー」第2回青森県のクロマグロ。静岡県焼津市、ルアーメーカーデュオ本社。ルアー開発スタッフからある知らせを受け、東京からやってきた澤田俊明。今回澤田ペンシル271のサンプル、はい、合計5つが出来上がりましたので、はい、確認をしていただきたく来社していただきました。はい、はい、皆さんこれ何を釣るペンシルだと思いますか？でっかいでしょう。クロマグロの中でもあのモンスターって言われてるサイズのクロマグロを狙うためのペンシルです。でまあこれ5種類できたということなんですけれども、このちょっとタイプ別で少し教えてください。そうですね、はい、大きく分けて、はい、このイワシ柄のものと背中が黒いもので2つあります、はい、でイワシ柄のものは上から見ていただくと分かるんですけれども、はい、それぞれボディのボリュームっていうのを変えてます。あ、なるほど、うん、これによって泳ぎの質だったり、はい、とバランスだったりっていうところが変わってくると思います、はい、でこちらの背中が黒い方のサンプルですね、はい、これとは、イワシの柄の方と比べてアウトラインああそうですね、が違うんですよね、はい、顎下の部分が大きく変わってるので、はい、これによって水の入りだったりっていうところが変わってくると思います、はい、でこの2つは鼻先の太さだったりっていうのも結構、はい、結構変わってるんで、はいはい、この辺を比べていただけるといいかなっていうふうに思うので、はい、300kg 超え、モンスターサイズのクロマグロを狙うルアーの試作品。自分の好きなタイプに仕上げていただいてるんで、フィールドがもう投げたくて仕方ないですね。
8月31日午前7時青森県小泊港を出港、ポイントを目指す。船は誘拐犯工藤新也船長。1時間ほど走りポイントに到着。小泊港から西、小島から南、その交差するエリア。ベイトフィッシュはマイワシ、マッチザベイトということで、ルアーはシンキングミノー、ラフトレイルブルードライブ 195S をセレクト。水中にはイワシの群れの姿。ここ数日はナブラ打ちがメイン。いつどこでボイルが発生してもおかしくないという。鳥はたくさんいますね。ただ休んじゃってますけど。まあこれからですよね。昨日も11時ぐらいですか。うん、船に近づいてきてる。に逃げてきてるのかな。捕食してる。上に出てる時は。ああ、イワシが海面に浮いてきた。イワシの下になんか中途半端ななんかやつがイワシの後ろについてたりしますね。ほら、タイみたいな、なんだろう。夏だって言いましたっけ。あれ、ハネダのような気がする。ほら、あれ、ハネダ、あ、ハネダ、え、出てるな。あ、あれだ、あれイワシ食ってる。おお、本当だ。待望のイワシボイル、急行する。いいサイズも混ざっている。しかし沈んでしまった。ボイルを見つけては船を走らせる。周辺にはいるんですけど。お、目の前。今悪くなかったと思うんだけどな。今度後ろだ。
ら。まあまあいいよサイズ。出なくなったね。ここ一瞬で終わった。ちょっと意外でした、近すぎて。沢田の自己記録更新の夢をサポートするルアーメーカーデュオ代表取締役足立正浩が沢田の釣りに対する姿勢に惚れ込んだのがきっかけだ。釣りの理論とか考え方って、まあ、見えたなと思って、で自信持って釣りを始めて、でそのうちちょっと違う状況だったりイレギュラー、自分の想像理論を超える何かにぶち当たって、なんか違うなとか、ちょっとこうの方が実はいいんじゃないかみたいな、まあ、その繰り返しじゃないですか、その常に。でそれでだんだんその精度が上がっていくっていうか、そのいいものになっていくんだけれども、おそらく沢田さんもそういうことを繰り返して、その少なくとも彼がこうやるぞって言ってるトラウトとそのマグロ、それはもう相当高い次元のまあ理論っていうか技術論をまあ持ってんだなっていう。あの有名アングラーってまあ俗に言うそういう方々って結局ね、言うほど結局現場出れないケースが多い。うん、まあその最近で言うとあの YouTube の動画とかそういう撮影には行ってるけど、プライベート釣行まず行かないっていう人が非常に多いですね。知ってますよねそういう人。だけど沢田も全然違う。あのもう自分でお金出してその船を1週間なんかこの人おかしいなっていうぐらいやり続けるじゃん、うん、それってなかなかできんくて、それをやってる人だよねその沢田さんって。2日目午前9時に小泊り港を出港し小島周辺まで走る。船は代わってファイナリスト工藤隆二船長。1時間ほど走らせて小島の周辺海域に到着。この日は沢田の仲間たちも同船、一丸となって辺り一面の変化を探す。左のあの3層同時に走ったね今一瞬、うん、ね、さっきから ね走ってるからまだ走ったりするじゃん、よく出てるかな、うん、おいた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 、真横真横、ちっちゃいちっちゃい、でも今2発出たけど、この正面、はいはい、それなんだけど2発、でかい、そんなでかくない。時折ボイルは起こるが、
どれも単発。結構跳ねたんですか今。いや10発近く。結構サイズ良さそうでしたよ。あ、そうですか、はい。いやー出そうだけどな、どっかで。調校前の予定通り試作品のテストを開始。いきます。271に求めてる動きっていうのが、たにこうアクション入れた時に水中に潜って2、3ターンした後に浮くと着水してアクション入れると2、3ターン入れた後にスポッピタッと浮きたいんですね。はい。なんですけど流れがこう入ってるんですけれども、こっちに流れの下流側に投げる時にはかなりいい動きをするんですけど、上流側というかあと斜めですねにやった時がちょっと動かない差がありすぎるので、ちょっとそこはちょっと直すようにちょっと指示を開発の方に出したいと思います。この日は手の届く範囲にボイルは発生せず、チャンスの少ない一日となった。あのイワシカラーの方の、はい、A、B、C、はい、A かなり良くて、はい、B も泳ぎがちょっと違うんですけれども、これこの2本はかなりいいです。はい。で、C に関しては、浮力がちょっと強いせいなのか、はい、少しちょっと浮き姿勢からアクションに入るときにばらつくので、まあこれは調整するというよりこの A と B で進めた方がいいと思います。なるほど。じゃあこれからの流れとしては、はい。この、まあ、両方とも良かったっていうことですので、はい、M22 っていう方のベースと、はい、A、B の方ベース、はい、どちらで開発していくかまだバチッとは決められないとは思うんですけれども、はい、形状の調整しながら、はい、またサンプル作っていきます。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう正直言ってサンプルも10本近く開発の方々には作っていただいて、もう魚釣れるレベルには来てるので、あとは使うアングラーがストレスなくどこまでいける使いやすく仕上げられるかっていうレベルまで来てるので、まあ販売までは相当遠くはないんじゃないかなと自分は思ってます。もうちょっと何度もフィールドへ通ってテストを繰り返し納得いくものをちょっと販売できればいいなと思います。澤田が日本記録を再び塗り替えるであろう究極のルアーの開発をこれからも追っていく。